エイジュさんです。どうぞよろしくお願いします。エイジュさんね、はい、あのエイジュって、はい、名前、はい、なあの長い永遠の永に樹木の樹と書くんですけども、うんうんうん、あの長木とかね、うん、で永木とかよく間違われるんですけども、まあね、永遠の永に樹木の樹と書いてドン小西です。よろしくお願いします。いやこれが言いたかったわけなんですけどもね、いつものネタでございますけどね、はい、実を言いますとね、この間映していただいた、うんうん、あの文が恋はパッションという曲なんですけど、はいはいはい、今日は、ね自分のね、うん、歌手になる前、うん、歌手になってから、はい、これからどう進んでいくんだ、うんうん、これをね歌詞の中に含んでるんですけども、うんうん、僕と作詞家の先生と三日三晩、はい、膝を突き合わせて作った歌なんです、うん、であの順平さんに作曲をお願いしまして、うん、はい、それであの歌っております今。この膝をこう突き合わせてたわけ。そうこうやって、はい、痛いなとか言いながら、うん、なんでやねんなんでやねん、はい、あそうなんだ、はい、そうなんです、はい、はこの道、この道王でございます。王か、はい、そうです、はい、いい曲やなと思っていつも聞いてるんですよ。ありがとうございます、うん、はい、それではそういう曲でございます。エイジュさんの新曲、皆さんどうぞ聴いてください。この道を。誰かに愛され歩いた道を、守られ歩いたこの道を、夕暮れ迫る校舎の隅で、さよなら元気で優しい笑顔、生きてくことに迷った時、今でもあなたを思い出す。疲れた体引きずりながら、心は無邪気な少年のまま、誰かに愛され歩いた道を、守られ歩いたこの道を、あなたを守り愛するために、歩き続けるこれからは、歩き続けるこの道を。帰りのホームの隅で、好きなことできてる変わらぬ笑顔、さよならの意味知った時、あなたの愛に涙した。疲れた体引きずりながら、心は無邪気な少年のまま、あなたに愛され歩いた道を、守られ歩いたこの道を、誰かを守り愛するために、歩き続けるこれからは、歩き続けるこの道を。